あ、もしもし。こんばんは。どうも。もしもし。すいません、これ初めてなんですよ。あ、そうですか。はい。はい。2月も入りますと、お忙しいんじゃないですか。そうなんです。いや、こんなとこにいる暇も本当はないんですけど。結婚なさってらっしゃいます？いや、まだなんですよ。まだなの？またでも来年はまた大変よね。まあそうですね。年明けたらまた年明けたら大変ですけど。いや、そうじゃなくて。状況が。状況が。日本の経済が大変ながら。ああ。でもどうですか？一人で生活していらっしゃると。すぐね、まあ自由がある代わりに。いや、もう洗濯物は倒れて偉い騒ぎですよ。布団も全然あげないですからね。もう万年の子になっててですね、うん、万年の子の上にもう本も山積みなんで。押し入れは、まあ、押し入れも本でいっぱいです。何の本？お仕事の本？仕事の本と、ああ、やった漫画の本ですね。でも布団ってね、ああ、基本ってね、あんま持っとくと、カミムシがつくのよ。あ、そうですか。そうよ、カミムシがついてね、虫が湧いてくるから、ああ、あの、痒くなるよ。ああ。見終わったら、紐を湯がいて、古本屋さんにやるか、あ、そうですね。出るかして、布団はもう日曜日のたんびに干さないと。ああ、いや、もうあの布団は干すぐらいなら捨てた方が早いような気がします。あるいはさ、こう、あるじゃないですか、なんとかショッピングっていうので、1万円ぐらいでね。あ、はい、布団を乾かしたやつです。そう、いやいや、買えるの。セットで買えるの。ええ、で、その1万円で、ね、枕付きの上下の布団があるから。ははは。安いですね。うん。だからそうして買わないと、もう体悪くする、あなた。は。出勤場所から寝ると。はい。そうして行かないと、ほんと、カミムシ湧くよ。は。体に良くないし。カミムシが今度かゆいんだから。はい。だからそういう風にして自分を変えていかないと巡り合いがないよ。はあ。自分が変えるとひょっとしたらなんか運が向いてくるかもしれない。はあ。自信がついて女の子にあの自信を持てるかもしれない。はあ。それでね、自分でいつもの通りダメならなんか変えていかないと何事も起こらない。はい。だから自分をまずね変えてごらん。自分を変える。何事も男だからやってみるの。はあ。頑張ってね。はい。じゃあね。はい。はい。どうも。あ、もしもし。あ、もしもし。こんばんは。こんばんは。え、おいくつぐらいなんですか？40前です。え、どんな系の人ですか？スーツ系ですか？あ、いや、カジュアル系。嘘、お店屋さん？あ、いや、業界屋さん。うん、まあ、テレビの方。なんか、すごいですね。あ、大したことないです。結婚してる人？いや、結婚してない人。え、なんで結婚しないの？しない主義なの？うん、じゃなくて、相手がいなかったの。え、じゃあ普段とか何してんの？お休みの日とか。いや、あんまりお休みないの。え、じゃあ仕事が結構好きなの？ってわけじゃなくて、ただ単に休めない。あ、いや、仕事は結構好きなんじゃないかな。なんか、物を考える方なんですか？どっちかというと考える方かな。え、脚本書いたりとか。うん。え、何なの、何やってるの？秘密。でも最近ほら、なんか、なんだっけ、ほら、あのアニメのやつ。アニメのやつ？エヴァンゲリオン？そう、はい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 、あれとかほらすごい流行ったじゃない。流行ったね。うん。で、あれとかもさ、やっぱほら相手が勝手にいろいろ考える系じゃん。そうだね。うん。勝手に考える系だったね。うん。で、あんまり、まあ見てはいたけどハマれなかったんだよ。うん。この作品はああですよ、こうですよみたいなさ。そうだね。ここまで行くのすげえなとか思って、なんであんなにハマるんだろうとか思って。うん。あんま興味ない。見てない？いや、見てた。うん。え、映画とか見に行った？映画は、まあ見たっちゃ見たんだな。映画2回やったんだよね。春と夏となんか2回やってたね。え、映画の方って何なの？映画の方。流
は一緒？ああ、映画はね、終わりを作り直してるの、あれ。なんか。春と夏を両方見て、終わりの作り変えたのが、やっと見れるって感じ。ね、テレビ見てた人は、あれだな、多分、夏見れば、とりあえず終わりだけあって。はあ。詳しいっすね。うん。結構じゃあ、ハマってた方なの？ハマってた。そうかな。いや、俺冷めてたけど。なんか、ひょうひょうとしてるっていうか、ふわっとしてるっていうか。そう。ひょうひょうね。よく言われます。はあ。でも、ひょうひょうとしてる人ってさ、一生ひょうひょうとしてるのかな？それとも、ひょうひょうとできない時が来るのかな？ひょうひょうとできない時もあるっすよ。なんかな、まあ、そういう余裕がない。はあ、そういう時は追い詰められればあるけど。ガーッと来るようなやつ、もうそんなになく怒鳴り回してるような時もあるけど、自分から何も出てこないとか、うん、あとはなんかこうなんていうかね、己の才能のなさを呪うような時、なんでうまくいかないんだろうとか、あ、やっぱそういう時とかってあるんだ。なもちろん、でもやらなきゃよかっただけはできるだけ思わないしたいんだけどね。あ、うん、それはなんかね、すっごい後ろ向きだよね。うん、でもね、世の中やらなきゃよかったなんてことないから大丈夫だよ。ああ、そうだね。ああ、そういうことだったね。何やったって絶対ね、絶対全部当たり前じゃん。うん。やるようになってるからやるんじゃん。うん。ああ、いや、ありがとう。いい言葉だな、今のな。え？うん、いや、そうなんだよ。やらなきゃよかったと思った仕事が一個だけあったんだけど、うん、それもね、最終的に形になった時はね、やってよかったと本当に思ったから、うん、やっぱね、一回終わったものを思い返らないのやっぱ厳しいっすよ。で、前にやり残したこともあったから、うん、なんか、まあそういうぐちゃぐちゃっとした思いで始めたんだけど、うん、やっぱ一回終わってるもんだから、うん、それをもう一回作り直すというかな、もう一回やるのはなんかやっぱり短期間でやるのはすげえしんどかったね。うん、まあ今は本当にやってよかったと思うんだけど、そういうのも。うん。あ、でも面白いな。面白い？うん。ああ。やっぱ今度遊ぼうよ。遊んでみる？うん。別に今日でもいいけど、私どうせ毎日暇だし。でも取材出れる？まあ9時には余裕。うん。ああ、じゃあ、会ってみますか。世の中やらなきゃよかったなんてことないから大丈夫だよ。ああ、そうだね。ああ、そういうことだね。何やったって絶対ね、絶対全部当たり前じゃん。うん。やるようになってるからやるんじゃん。いや、今のことはよかったな。ありがとう。なんか今日ここに来てよかったと思います。大きさですね、随分。あ、そう。いや、それぐらいちょっとね、いいなと思ったんですけど、ありがとう。はい、お願いします。はい。あ、もしもし。もしもし。はい、どうも、こんばんは。こんばんは。すいません、こういうところ今日初めてなんで。え？今日初めてなんですよ。あ、そうですか。ええ。もうちょっと何を話していいのか、こっちがポンと出てこなくて申し訳ないです。あ、そうですか。じゃあまたにしましょう。ええ、では、どうも。